あら、長谷川さんとどう？おはようございます。にしし、いいシャッターチャンスだったよ。ごちそうさまでした。おお、見せつけてくれますな。スバルは今、木管に膝枕をしている。これは意外ね。知らないところでこんなにも二人の仲が進展してただなんて。あそこにいるのって、私もいますよ。おはようございます。お兄ちゃん、ぐっすりできた？キシシ、スバルン、木管と二人っきりのお昼寝どうだった？これは意外ね。知らないところでこんなにも二人の仲が進展してただなんて。はあ、なんだかドキドキしちゃうね。お兄ちゃんとともかのラブラブお昼寝、お邪魔してごめんなさい。おお、やっぱりスバルンは木管と一緒が気持ちいいのか。ここまでのろけられるとこっちも照れてしまうわね。ともかちゃん、幸せ者だね。おお、お兄ちゃん、ひなと一緒は気持ちよくない？そう言われると照れちゃうな。ひなもお兄ちゃんと一緒だと癒される。私もです。長谷川さんって本当にお優しいですね。
よう、ともかちゃん。長谷川さんと一緒にお昼寝なんて羨ましいな。私がスバルさんとお昼寝？よーし、次はみんなでスバルとお昼寝タイムといこう。おー、みんなで気持ちよくなる。いいのかな？私も参加してよろしいでしょうか。ちょうど今少し眠気が。じゃあみんな飛びかかれ。スバルさん、東急部ことだったんですね。お気遣いありがとうございます。ですが、そのそろそろ下ろしていただけると。二つ星だな。